3番手は3番斉藤翔吾でした。以上11レースでした。それではいよいよ最終12レース優勝戦です。12レース死闘をご覧ください。静岡新聞 SBS 杯優勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番鈴木誠治、2番有吉達也、3番中村智和、4番渡辺敦史、5番斉藤哲司、6番青島正樹、7番金子大輔、8番鈴木圭一郎、以上8名の選手でございます。最終12レース試走の模様をご覧いただきました。その12レース時間に変更が出ています。プラス5分、5分延長されました。投票締め切り時刻は16時32分、16時32分です。発走予定時刻は16時35分です。パソコン、携帯、スマートフォンなどでレースをご覧になっている方はタイムラグによりまして実際の時間とは異なる場合がございます。どうか皆様お早めのご投票をよろしくお願いいたします。8番車鈴木圭一郎選手はナンバーワン勝負服に身を包んでレースを行います。1番鈴木誠治、浜松ハンデゼロ、2番有吉達也、飯塚ハンデ10、3番中村智和、浜松ハンデ10、4番渡辺敦史、浜松ハンデ10、5番斉藤哲司、川口ハンデ10、6番青島正樹、浜松ハンデ10、7番金子大輔、浜松ハンデ10、8番鈴木圭一郎、浜松ハンデ10。以上のメンバーで最終12レース優勝戦が行われます。12レース試走タイムです。1番鈴木誠治 3.39、 2番有吉達也 3.36、 3番中村智和 3.33、 4番渡辺敦史 3.36、 5番斉藤哲司 3.34、 6番青島正樹 3.36、 7番金子大輔 3.34、8番鈴木圭一郎 3.34。 繰り返します。1番 3.39、 2番 3.36、 3番 3.33、 4番 3.36、 5番 3.34、 6番 3.36、 7番 3.34、 8番 3.34 です。天気でした。15時51分現在、優勝戦を迎えるこの時間帯の気象状況、天候晴れ、気温33度、最後まで33度という高い気温でした。湿度 59%、 走路温度3度下がって55度、走路状況、両走路風速 2.3 メートルの発表となっています。
走路状況、両走路で4日間すべて行われてきました。最終12レース最終日の優勝戦も走路温度は55度、熱走路の中の優勝戦となります。ゼロ単独、そして10戦に7車並びというこの優勝戦です。12レース優勝戦は時間に変更が出ております。5分の延長となりました。5分延長、締め切り時刻は16時32分となっております。お気をつけください。発走予定時刻16時35分です。人気は一騎打ちムードになっています。鈴木圭一郎選手、中村智和選手、昨日の12レース同様に一騎打ちのオッズ、83が1番人気 3.6倍、38が 5.4 倍というオッズになっております。走タイムは中村智和選手が鈴木圭一郎選手を上回るという格好になりました。それでは昨日の夕方収録いたしましたインタビューの様子ご覧いただきます。準決勝戦見事2着輸出切符つかみました。いかがでしたか？今日は先頭になったんですけど、ずっと音がしてもうコースだけ守って走ったら、2着残れてよかったです。今節3日間戦われてきましたが、エンジン状態ご自身でどう評価されてますか？そうですね、エンジンは8本変えようかなと思ってます。今節ご自身でスタートのキレはどう評価されてますか？単独だったら、自分のタイミングで行けば大丈夫って思いますけど、ここまで2日間は苦労しましたが、準決勝戦決めましたね。展開に助けられました。ご自身で車の評価というのは3日間戦えられましたが、いかがでしょうか？いいですね、タイヤもいいので良かったです。では明日に向けては何か整備考えられていますか？もうそのまま行きます。今節のスタートのキレ聞かせてください。普通ですね、はい。明日は10戦並んでいる一番インコースからです。スタート大事になってくると思いますが。そうですね、枠なりに行かないといけないと思います。一つでも1着取れるように一生懸命頑張ります。地元の戦い、優出が続きますね。そうですね、たまたまですけど嬉しいです。今回は3連勝できています。エンジン状態いかがでしょうか？すごくいいと思います。どのあたりにご自身で手応え感じられていますか？直線がすごくいいと思います、はい。では明日車に手を加えていくところはありますか？ありません。タイヤに関して決まっていたら教えてください。この前優勝したやつがあるんでそれでいきます。では今節のスタートの切れ3日間終えられましたが、ご自身ではいかがでしょうか？自分の中ではすごく切れてると思います。今日の準決勝戦も鈴木圭一郎選手を振り切る走りでした。走っていていかがでしたか？先に行かないとチャンスはないと思ったんで、うまく展開作れたと思いますね。めちゃくちゃ嬉しかったです。明日も優勝戦で再現といきたいですね。そんな簡単じゃないんで、いけるように頑張ります。明日も一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。2日目3日目と連勝になりました。2日目以降上積みあったんでしょうか？そうですね、走路温度的なところがちょっと、関してはどうしていきますか？タイヤがちょっと不安なので、そこも考えていきます。スタートに関してのコメントもありましたが、ご自身ではスタートの切れ、今節3日間振り返ってどうでしょうか？普通ですね、もうちょっと行きたいです。
前回浜松優勝した際も4馬車でした。そのあたりどうでしょう。まあはい、それを聞いてちょっと頑張れるかなと思います、はい。明日も暑いと思いますが、ぜひレース場に来て応援してください。よろしくお願いします。連続優勝を今日ランチャータクで決めました。いかがでしたか。内枠の方にいるんで、なんとか、はい、頑張りたいなと思った、はい。3日間戦いおられましたが、状況どのようにご自身では判断されてますか。まあ、悪くはないんですけど、まあ、いまいち、そこまでじゃない感じですね、はい。では明日に向けて何か車に手を加えていくところ、考えているところはありますか。ちょっと現状のままだと明日厳しいんで、なんかやってきます、はい。スタートのキレ、今節の聞かせてください。いやちょっと厳しいですねなんとか、見せ場作れるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。準決勝戦最終コーナー、なんとか入っていきましたね。ギリギリ届きました。3日間戦いおられましたが、エンジンの状態ご自身ではどう評価されてますか。そうですね、エンジンはいい感じですね、はい。どこか不安があるとしたらどのあたりありますか。毎日動画がひどいんで、はい、そこです。では明日に向けてはどのような整備を考えていますか。明日は最終なんで、ちょっとセッティングをやろうかなと思います。スタート並びますが、スタートのキレ、今節どうでしょう。はっきり言っていまいち切れてないです。そのあたりの対策何かされていくんでしょうか。ちょっとクラッチのセッティングも変えました。変えたんで、まあ朝練習でまた切ってみます。明日は絶好調のお弟子さんも内枠にいらっしゃいます。そのあたりどうでしょう。そうですね、調子がいいんで、まあ自分のスピードじゃ追いつかないですね。優勝してもらいたいですね。一生懸命頼みます。この課題あるなら教えてください。スタートですか、はい。明日に向けて車の整備、何か手を加えていくところありますか。そうですね、直線は昨日のがいいし、まあ、今日はコーナー良かったんで、まあ、今日のコーナーの乗り味で直線もうちょい出して、3日間振り返っていかがでしょうか。今日が一番悪かったですね。では何か明日に向けては対策準備考えていますか。とりあえずタイヤ探して、ヘッド周り失敗したんで、戻して、そこから調整します。今節のスタートのキレどうでしょうか。まあ、悪くないと思います。いい方だと思います。明日は優勝戦、リベンジのかかる一戦でもあります。どのように臨もうと思っていますか。まあ、とにかく最初にゴールしたいですね。鈴木圭一郎選手、中村智和選手、同期オッズが変わっておりませんが、差は縮まってきています。83が 3.8 倍、38が 4.6 倍です。
ただいまの時間をもちまして投票は締め切りとなりました。今節もたくさんのご投票誠にありがとうございました。最終12レース締め切り直前のオッズご覧いただいています。応援ファックス届いていますのでご紹介していきます。有吉達也選手にいただきました茶柱達也さんから、昨日の一着おめでとう、やったという感じです。大変嬉しく思います。こうなったらぜひ一着を狙ってください。スタート行けば大チャンスです。強く強く応援しています。頑張ってくださいというメッセージありがとうございます。さあ本来のスタート発揮したいですね。シュナイダーさんからは、渡辺篤選手へいよいよ優勝戦ですね。渡辺篤選手の持ち味が出せるレースを期待して目いっぱい応援しています。4回目の分に向けてファイトだといただきました。どうもありがとうございます。ウィリーしながらのねウィニングラン、これも見たいところではあります。斉藤哲司選手にいただきました。連続優勝おめでとう。勝負はこれからですよ。強い面々の胸を借りて一つでも良い着が取れますよう応援しています。頑張れといただきました。吉井さんありがとうございます。思想の見た目強そうでしたよ。そして金子大輔選手はミユ DSK さんから、優勝できる、絶対できる、気合でいくぞ6周回、頑張れ大輔と気合十分のメッセージいただきました。どうもありがとうございます。復帰して初優勝、本当に本人も願っています。そして圭一郎選手へといただきました。圭ちゃんらしく冷静沈着、オートレース魂で頑張ってください。今日も T シャツを着て本場で応援しています。9歳7歳2歳1歳のちびっ子応援団よりといただきました。あ、きっとね彼らからのメッセージですね。こちらはねオリジナルで自分たちで T シャツを作ったそうなんですよね。まあ、圭一郎選手もそういった小さいお子さんに憧れの持ってもらえる選手になれるのは本当に嬉しいと、そしてそういう皆さんのためにも頑張りたいというようなね、そんなお話もしていました。さあ応援団も見ている中で始まります。今節のベスト8の面々の熱い戦い、12レース間もなくです。ソウルには選手が登場してまいりました。実況でお伝えいたします。梅雨時期その中ではありますが、4日間とも両走路に恵まれた今開催、優勝戦も豪華メンバーとなりました。菊間の賞第41回静岡新聞 SBS 杯優勝戦です。ゼロ単独10戦7社のメンバーとなりました。濃い準決勝戦、そして熱走路を攻略した8名のメンバーによる優勝戦、メンバー紹介していきます。ゼロは1番鈴木誠司、10戦ずらり7社です。2番有吉達也、3番中村智和、4番渡辺篤、5番斉藤哲司、6番青島雅紀、7番金子大輔、8番鈴木圭一郎、以上8名のメンバーです。1番人気は3番です。鈴木圭一郎を抑えて中村智和が1番人気になりました。昨日はレースでも鈴木圭一郎を抑えられましたが、完全優勝なるかどうか。第12レース優勝戦の発走でございます。3連単3番8番7番が1番人気 12.2 倍、中村智和鈴木圭一郎一騎打ちのオッズです。スタート5秒前、3秒前、12レース優勝戦スタートしました。10戦7社並びのスタート、2番の有吉、3番中村智和もスタートを決める、外から8番の鈴木圭一郎が来た、中村智和の後ろか、ここは5番手です。1番の鈴木圭一スタートを残して、2番の有吉、3番中村智和その後ろですが、5番の斉藤哲司、8番の鈴木圭一郎はその後ろの5番手追走となりました。7番の金子、4番の渡辺篤、最後方6番青島です。3番中村智和3番手から前をどう攻略するか、1番の鈴木誠司を捉えていったのは2番の有吉、2番の有吉が出ていきました。3番中村智和は3番手です。8番の鈴木圭一郎はまだ5番手で追走、レースは3周目。3番中村智和に昨日までの勢いを感じられませんが、この後はどうか、2番の有吉がその間にリードを広げていきます。1番鈴木誠司、その後ろから3番中村智和、このコーナーでもまだ入れません。逆に5番の斉藤哲司が内からアタック、中村智和を捉えました。そして鈴木圭一郎も伸びを欠いています。金子に裁かれている現状です。5番の
斉藤哲司内から2番手浮上となりました。中村智和はいっぱいか、金子がそのインコースを先に強められるか、中村智和そして金子がそこのうち一気について3番手、先頭2番手は有吉達也、斉藤哲司25期のワンツー体制、残りは2周回、32期中村智和、鈴木圭一郎は元気ありません、後方中断です。2番の有吉が完全に抜け出しました。5写真のリード、5番の斉藤哲司、7番の金子が追っていますが、この差残り1周では厳しくなった。青旗振られてファイナルラップ、中村智和、鈴木一郎は先輩方に苦心をする形となりました。2番の有吉が完全に抜けました。斉藤哲司2番手、25期のワンツー決着か、7番金子が3番手、有吉が得意の浜松でやってのけた、リードを広げて圧勝でした。これが有吉達也の走り、優勝です。有吉達也が見事な速攻を決めてくれました。実績抜群の有吉達也、これで45度目の優勝、右手で拳を握ってガッツポーズ。10戦並んだ7社の7社並び、見事なトップスタートから早め先頭、そしてリードを広げて完勝でした。有吉達也2番手、5番の斉藤哲司、3番手は7番の金子大輔、25期がワンツー決着。有吉が、実績抜群の有吉達也が45度目の優勝を得意の浜松走路で飾りました。カメラが捉えていますのは双番車の有吉達也選手です。たくさんの選手の笑顔、そして拍手で迎えられています。飯塚勢や、ね、山陽勢、たくさんの選手が集まっています。有吉選手も優勝を決めた後、ガッツポーズをしていましたけれども、いい笑顔も見られました。有吉選手、ここ浜松では本当に様々な思い出があります。何度もここでいい、みんな撮影入ってください、どうぞどうぞなんていう風に言ってますけども、この笑顔ですよ皆さん。ここでですね、飯塚勢、松尾選手入らないのかな、はい、ガッツポーズが出ています。もう本当に有吉選手のこの笑顔というのは、イベントプラザでもシャンパンファイトをしたりで見られましたけれども、今日また見ることができました。最終順レース確定しています。1着2番有吉達也、2着5番斉藤哲司、3着7番金子大輔、2連単2番5番11,810円、2連複2と5の組6,440円、3連単2番5番7番で73,950円、3連複257で6,660円、その他の掛け式はご覧の通りとなっています。まあ、結果としては有吉選手と斉藤哲司選手の25期コンビで決まったということになりますが、まあ、けが明け復活してきた金子選手の活躍も目立ちました。有吉達也選手がウィニングランを行います。皆様の温かいご声援をお願いいたします。ここ浜松でのこのウィニングランというのはもう何度も何度も見ましたし、ビッグレースでも見ましたし、さまざまなパフォーマンスもその優勝を決めて見せてくれたこの有吉選手、また浜松でこうして優勝して、いやこれは今後の活躍もまたね、はい、期待できる、まあ、そんな感じもありますし、まあ、若手たちが本当に今ねぐんぐんと成長してきていますけれども、 まあ、それでもやっぱりですね、この有吉選手、この10戦のインコースからは負けるわけにはいかないという感じがしましたよね。若手が憧れる選手ですからね。そうなんですよね。有吉選手に憧れてオートレーサーになった選手もね、はい、若手選手も大勢いますからね。多いです。そして有吉選手のこの綺麗なフォームを見て、何度も何度も練習したというような話をしてた選手も多いですけども、その選手のうちの一人、岡井美希選手もね、はい、そんな話もしてたんですけどもね、一人一人にね、ありがとうございますって声をかけている有吉選手。なんかもう胸がぐっとくる感じもありますけれどもね、一人一人に目を合わせて手を振ってという感じで、ゆっくりとウィニングランをしている有吉選手、
今度は全身ピンクの姿も見たいですよね。そうですね、はい、昔はね、はい、本当にピンク、うん、イメージカラーで、諸君もピンクのことも多かったですから、そうなっていただきたいと思います。あっちに帰るのかなって言ってますね、はい、はい、12レース確定しております。1着2番有吉達也、2着5番斉藤哲司、3着7番金子大輔、2番5番7番で確定いたしました。払い戻し金です。2連単2番5番1万1810円、29番人気、2連複2等5の組6440円、17番人気、3連単2番5番7番で73,950 円、156番人気、3連複257で6,660円、25番人気、2連単2番5番11,810円、2連複2と5の組6,440円、3連単2番5番7番で73,950 円、3連複257で6,660円、その他の掛け式はご覧の通りとなっています。12レース優勝戦勝ちました有吉選手の1着競争タイム 3.412 でした。有吉選手が見事に優勝を飾りました。その優勝戦を VTR で振り返ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。10戦7車並びのスタート、2番の有吉、3番中村智和もスタートを決める、外から8番の鈴木圭一郎が来た、中村智和の後ろか、ここは5番手です。1番の鈴木圭一スタートを残して、2番の有吉、3番中村智和、その後ろですが5番の斉藤哲司、8番の鈴木圭一郎はその後ろの5番手追走となりました。7番の金子、4番の渡辺淳、最高峰6番青島です。3番中村智和、3番手から前をどう攻略するか、1番の鈴木誠二を捉えていったのは2番の有吉、2番の有吉が出ていきました。3番中村智和は3番手です。8番の鈴木圭一郎はまだ5番手で追走、レースは3周目。3番中村智和に昨日までの勢いを感じられませんが、この後はどうか、2番の有吉がその間にリードを広げていきます。1番鈴木誠二、その後ろから3番中村智和、このコーナーでもまだ入れません。逆に5番の斉藤哲司が内からアタック、中村智和を捉えました。そして鈴木圭一郎も伸びを変えています。金子に裁かれている現状です。5番の斉藤哲司、内から2番手浮上となりました。中村智和はいっぱいか、金子がそのインコースを先に強められるか、中村智和、そして金子がそこのうち一気について3番手、先頭2番手は有吉達也、斉藤哲司、25期のワンツー体制、残りは2周回、32期中村智和、鈴木圭一郎は元気ありません、後方中断です。2番の有吉が完全に抜け出しました。5車身のリード、5番の斉藤哲司、7番の金子が追っていますが、この差残り1周では厳しくなった。青旗振られてファイナルラップ、中村智和、鈴木一郎は先輩方に苦心をする形となりました。2番の有吉が完全に抜けました。斉藤哲司2番手、25期のワンツー決着か、7番金子が3番手、有吉が得意の浜松でやってのけた、リードを広げて圧勝でした。これが有吉達也の走り、優勝です。最終12レースの結果です。1着2番有吉達也、2着5番斉藤哲司、3着7番金子大輔、払い戻し金はご覧の通りとなっています。では見事優勝を決めました選手ご紹介します。この方です、有吉達也選手、10戦ずらりと並ぶスタート決めていきました。そして前1車捉えてそのまま押し切り、後ろを引き離しての1着ゴール、見事な優勝です。今日の優勝した競争タイムもご紹介します。 3.412 が優勝を決めました有吉達也選手のタイムです。これで通算勝利数は681勝、そして通算優勝回数は45回です。一着優勝しました有吉達也選手、おめでとうございました。おめでとうございました。浜松オートテレドームサービスです。ご覧の番号をぜひご利用ください。なお結果につきましては主催者発表のものとご確認、またご照合ください。
浜松尾と次回開催は第6回トゥーアンプロモーション杯、7月の31日から始まります。4日間開催となっております。施設は平日の4日間ですが、ぜひともご注目ください。現在は候補生ではありますが、33期選手となって2人の選手がデビュー予定となっております。そしてその前に7月29日ですね、はい、こちら浜松オートフェスタ2017ファン感謝祭が開催となっております。その時にはね、4名の33期生というふうに選手というふうにですね、ご紹介できるんじゃないかと思いますけれども、その時にもね、皆さん顔と名前しっかり覚えていただきたいと思います。まあ、そして様々なイベント盛りだくさんですから、ぜひオートレースを日頃楽しんでいらっしゃる方も、また初めてという方もね、楽しめますから、ぜひ浜松オートにお越しいただきたいと思います。今節は有吉達也選手の優勝で幕を閉じました。見事なインからの速攻撃でした。そうですね、また斉藤哲司選手もすごいですし、はい、あと金子大輔選手がね、これ復調してきたなっていう感じもありました。これからが楽しみとなりました。菊間の賞第41回静岡新聞 SBS 杯は今日で幕を閉じます。有吉達也選手の優勝でした。浜松オートは次回祭は平日開催、そしてその前になんといっても7月29日の土曜日、はい、浜松オートフェスタ2017ファン感謝祭が行われますので、皆さん来てください。お時間のある方、はい、ぜひとも来てください。選手会、そして皆さん待っておりますので、お待ちしております。では次回祭でお会いしましょう。さようなら。さようなら。